エルデル・ポスティガ、エルデル・マヌエル・マルケス・ポスティガ、ヘルダー・マヌエル・マークス・ポスティガ、1982年8月2日帯は、ポルトガル出身の元サッカー選手、元ポルトガル代表である。現役時代のポジションはフォワード。ノルテ地方のに生まれ、北部のバルジン SC の下部組織に入団した。1998年、16歳の時に、 FC ポルトの下部組織に移って成長を続けた。オクタビオ・マチャド監督はポスティガを何回かトップチームで起用し、ポスティガも監督の期待に応えた。ジョゼモーリーニョ監督の下で飛躍的な成長を遂げ、まだ20歳だった2002から03シーズンにはリーグ戦で13得点を挙げた。2003年夏、イングランドのトッテナムホットスパー FC に移籍した。 遺跡金は625万ポンド、900万ユーロであり、最大で836万ポンド、1200万ユーロまで上昇する。しかし、イングランドのサッカーへの適用に失敗し、リバプール FC 戦、リーグでの得点と、マンチェスターシティ FC 戦、フットボールリーグカップでの得点のわずか2得点に終わった。2004年夏、ペドロメンデスと入れ替わる形で、 FC ポルトに復帰、トッケナムには750万ユーロが支払われた。ビクトル・フェルナンデス新監督は、ポスティガを積極的に起用したが、2004から05、シーズンは失望のシーズンとなった。しかし、ジョゼコ・セイロ監督が就任すると、シーズン終了までに3得点を挙げた。2005年のプレシーズンには、結果を残したが、コー・アドリアンセ新監督は、 ポスティガのプレーに満足せず、ポスティガーに B チーム降格を命じた。2006年1月1日、2006フィファワールドカップのメンバーに選ばれるために、フランスの AS サンテティエンヌにレンタル移籍した。2006から07シーズン後半戦は、FC メッセンとルマン UC 戦の2試合でゴールを挙げた。レンタル元で監督が交代したため、2006年夏に FC ポルトに復帰した。 2006から07シーズン序盤戦では2005から06シーズンのプレーから大きな改善を見せチームのレギュラーとして出場した。しかしシーズンが進むにつれてプレーの質が落ちブラジル人の2ポジションを奪われたが最終的に2006から07シーズンはリーグ戦で10得点を挙げた。2008年1月14日6ヶ月の契約で ギリシャスーパーリーグのパナシナイコス FC にレンタル移籍した。エックアテネ FC とのアテネダービーで移籍後初得点を挙げた。2008年6月1日、ポルトのライバルであるスポルティング CP と3年契約を結んだ。スポルティングが移籍金250万ユーロを支払って保有権の50%を獲得したと報道された。9月1日、SC ブラガ戦戦で遺跡後初得点を挙げた。2009から10シーズンはリーグ戦で4位に終わったチームと共に、ポスティガも大失敗に終わり、シーズン開幕から8ヶ月も公式戦で無得点の気が続いた。シーズン序盤は先発で起用されたが、すぐにポジションを失い、下部組織上がりのにポジションを奪われた。年月日、市場が閉まる直前に、 スペインのレアル・サラゴサに移籍した。移籍金は100万ユーロ。サラゴサには、フェルナンド・メーラとルベン・ミカエルという二人のポルトガル人手が在籍していた。10月16日のレアル・ソシエダ戦で、移籍後初得点を含む二得点を挙げ、そのうちの一点は、バイシクルキックで挙げた。11月6日のスポルティング・ヒホン戦では93分に、得点して、土壇場で勝ち点を奪った。 サラゴサの降格に伴い2013年8月8日、トッテナムホットスパー FC に移籍したロベルト・ソルダードの後釜としてバレンシア CF へ移籍。しかし、15試合で3ゴールに止まった。2014年1月30日、SS ラツヨに買い取りオプション付きでレンタル移籍した。2014年9月1日、デポルティーボ・ボラ・コルーニャへの移籍が発表された。 2015年7月29日、アトレティコでコルカタに移籍した。2016年2月1日、リオアベ f C に移籍した。2016年8月12日、アトレティコでコルカタに復帰した。FC ポルト在籍時には U-21 ポルトガル代表に継続的に招集され、16試合に出場して13得点を挙げた。2003年に、 ポルトガル代表に初招集された。2004年には母国開催となった UEFA e ウロ2 0 0 4に出場し、準々決勝のイングランド戦では83分に1の1の同点に追いつく得点を決めた。試合は PK 戦に持ち込まれ、ポスティガはチップキックで PK を決めて決勝進出を果たした。2006FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選では4得点を挙げ、2006FIFA ワールドカップ本大会にも出場し、グループリーグのアンゴラ戦に先発出場して2から1で勝利した。UEFAA ウロ2008本大会では途中出場が多かったが、準々決勝のドイツ戦では試合終了間際にゴールを決めた。UEFAA ウロ2008号は2年以上も招集外が続いたが、 2010年10月の UEFA e u ロ2012予選、デンマーク戦とアイスランド戦のために久々に召集された。このアイスランド戦で得点し、さらに11月17日には 2010FIFA ワールドカップ優勝国のペインとの親善試合でも2得点を挙げた。2011年6月4日、UEFA e u ロ2012予選のノルウェー戦で決勝点を挙げた。 この得点で代表での得点数を15点に伸ばし、ポルトガル代表の歴代得点ランキングで10位に浮上した。11月15日、同予選プレイオフのボスニア・ヘルツェゴビナセンセカンドレグでは2得点を挙げ、ポルトガルの本大会出場権獲得に貢献した。スーペルタス・サカンディド・デオリベイラの1試合も含む、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。